皆さんこんにちはまだもほです今日は皆さんに2つ目の高級バッグを買うならぜひおすすめのものをお話ししたいと思います今ちょうど日本は12月ですよね12月っていうと世界中どこにいてもクリスマスパーティーに行かなきゃいけないんですねそしてクリスマスパーティーでの問題っていうのはおあゆうこさんこんにちはクリスマスパーティーの 世界中のお約束っていうのは大抵テーマカラーに赤か緑を着てくれてくださいっていうことがお約束であります。それはなぜかというとやはり欧米アメリカやヨーロッパでのクリスマスカラーっていうのがまずは赤ポインセチアの赤そして緑クリスマスツリーの緑なんですね。ですから大抵クリスマスマパーーティーに行くとなると、なる 赤いお洋服を着たりまたは赤の何かワンンポイントままたは緑とということになりますそうすると問題なのは赤のカクテルドレス赤のイブニングドレスっていうのはそんなに数買えないっていうかちょっと不経済な,んです、ね、なぜかっていうとその赤のドレスっていうのは大抵そういうクリスマスでしか着ない。 例えば結婚式とかそれ以外のパーティーではあまり赤のドレスを着ていくというよりも大抵黒ずくめですよね黒いレースとか黒のイブニングドレス黒のカクテルドレスということになりますそして今ちょっとこうあえてつけてますけど真っ黒ずくめでこういうゴールドの存在感のあるネックレスと私の場合いつもこのやっているあの18金の 何ですかロレックスの時計あとはこう指輪とかもうその大体3点セットであの十分だと思うんですね今は昔のような舞踏会とかそういうパーティーはなくてどちらかというとちょっとセミフォーマルきれいなカクテルドレスで行くっていう方が、まあ、今風でおしゃれだと思います。まあ、そうううういいいいっった意味で昔ののようなこんな、ね、宝石いっぱいあのつけるるんじゃなくてこういう存在感のある イエローゴールドのネックレスとこういうもう18金とかの時計でいいと思うんですそこでそこでなんですねこの間のパーティーもそうだったんですが真っ黒の例えばあのドレッシーなスーツとかそういったものを着た時にでもクリスマスパーティー赤を何なんかで一点持ってきてくれって言われるので皆さん 2つ目の高級バッグを買うのであればこれがおすすめです。すなわちシシャャネネルルのの赤赤ななんですシャネルの赤なぜかっていうと先ほども言ったようにこの12月クリスマスパーティーっていうのは欧米のクリスマスパーティーに呼ばれると赤っていうことで赤のドレスを買うよりはこういう黒っぽい、まあ、普通のカクテルドレスロングドレスだって黒が多いんですけどそこに 赤のこうやってシャネルバッグを持っていくだけではいこれでクリスマスパーティーの赤できましたねっていうことになるんですねでもしまあ、赤のコサージュとかつけておればもうこれでバッチリなんですよそれから2つ目なんですけどこの赤のバッグっていうのがまあ皆さんのファッションにもよりますけど私の場合意外と 一番活躍してるんですなぜかっていうと大抵この黒ずくめが多いんですよね例えばビジネスシーンでも黒のスーツそれからパーティーでもやっぱり黒のドレス黒のカクテルドレスそれから普段でも黒ずくめなんですよねそうすると差し色に赤を持ってくるこれなぜ赤かっていうね理由があるんですそれは赤を持っている人っていうのは例えば シャネルであれ何であれ2つ目の高級品だっていうことなんですわかります例えばこれエルメスのバーキンですよね大抵最初にみんなエルメスのバーキン高いのでねなかなか手に入らないから大抵何を買うかっていうとまず無難な黒またはもう一つこの人気のこれゴールドって言うんですけどね 黒かゴールドみんな買うんですよ例えばそれがシャネルであってもそうなんですそれでもって最初から真っ赤を買う人っていうのまずいないんですということは赤を持っている人っていうのはすでに黒とか茶色を持っていてそして赤なんですねだから赤を持つ人っていうのは多分暗黙の了解で これはつつ目3つ目の方かななってなるわけですそれともう一つの例例えば私の一番最初のメルセデススベンツが真っっ赤な E クラスだったんですねそれもなぜかっていうと我が家は常にベンツは2台持ってるわけでして夫はその時白の E クラス乗っていて私も同じ E クラスで夫と被るのは嫌だったからじゃあ私は赤にした。 例えばねああいうメルセデス・ベンツとかうん、まあ、スポーツカーのポルシェとかあのフェラーリとかランボルギーニであればイタリアのスポーツカーだったら最初から赤っていうこと多いんですけどやっぱり BMW とかメルセデス・ベンツとか高級セダンになるとあとテスラですね今高い車ああいうの最初から真っ赤に乗る方っていうのはほとんどいないんですよ。中にいますけど大抵は 1>, 1台はまずそのベンツなり BMW なりまずオーソドックスな白とか黒とかみんな買うわけですね。で2代目例えばご主人が白か黒をもドイツ車持っていて妻奥様が赤を買うということなので赤を乗ってくる人っていうのは多分これも2代目。 その一家で二代目なんだなっていうことがわかるわけなんです。お、あのユコちゃんユコちゃんのあの赤のバッグですよね。あれやっぱりでしょうユコちゃん。私もあのいつもユコちゃんのお写真見てあのユコちゃんのこうね白のあの赤のバッグあれ私も好きなんですよ。だからやっぱりあれ絶対差し色では赤がいいんですね。はい。それでまあユコちゃんのあのルイヴィトンのはとってもこう白もあってちょっと 若い優子ちゃんだといいんですけどこれがもっともっと幅年代の幅を広げて60代70代までの,あのマダムご婦人が持つとなるとやはり優子ちゃんのリー・ヴィトンはちょっと若者なんですね。やっぱり50代以降の女性になると、まあ、この赤の,あのシャネルが特にこのクイル,キルティングのスタンダードタイプですよね。これがやっぱり一番 年齢を選ばずにオーソドックスなんですよ。ゆこちゃんのあれはゆこちゃんみたいな。おしゃれな方じゃない？あれね。60歳、70歳のおばあちゃまが持つとちょっとはっと違和感がパーティーであるんですね。で、このシャネルのキュルティングのこの。本当に正統派定番。これはもう80歳のおばあちゃまでも赤だったら。 シャネルだと思ってると、私は思ったんですね。まあ、そういった意味で、あの、これ、それから、皆さん、覚えててくださいね。バーキン、いくら高級でも、バーキン持ってパーティー来ちゃいけません。だから、ここがね、ちょっとエルメスの悲しいところなんですよ。エルメスって、お洋服でも、めちゃくちゃ高いんですよね。だけど、やっぱり、私も思ったんですよ。エルメスのお洋服で、私はビジネスの <laughs>、あの、仕事で使えない。 で多分まあバーキンは持っていけるかなと思うんですけどやっぱりエルメスっていうのは何だろう超お金持ちのカジュアルウェアみたいな感じになって本当に残念ですけどエルメスバーキンもあのケリーバッグもあまりパーティーには向かないと思います。例えばケケケケリリリリーーーーでもあの本当ミニケリーミニニだだっっったらいいかなだけどやっぱりケリーはちょっと パーティーには合わないんですね。だからそれであれば本当にコストパフォーマンスがいいのはこの赤の定番のシャネルもうこれです。これがあればで赤のシャネルまああのねシャネルっていうのは実は置き物にも合うんですよ。こうやってほらダブルにできるしあの長くもできるわけですね。だからこうやってダブルにして赤のシャネルは実は お着物に意外と合うんですねよくほらあのお着物であ,のああいう西陣織とかのちょっと赤っぽいバッグとかあるでしょうああいう西、まあ、これも好みなんですけど西陣織とかの,あのバッグ着物用のバッグ買うのであればこの赤のシャネル買ってくださいこれであればお仕事例えば黒のスーツを着た時もそれからパーティーロングドレスを着た時もカクテルドレスを着た時も 着物を着た時ももちろん赤だからお葬式はダメですけどねお葬式以外であれば和洋折衷あのチャイナドレスであってもベトナムの青ザリであってかあれであってもとにかく赤のシャネルバッグは重宝します。ですから皆さんもし今あのボーナスが入ってどれ買おうかなと思ってるのであれば。 赤のシャネルバッグおすすめです多分あなたが70歳ぐらいになってもこれはモテると思うんですね。でまあせっかくあのボーナスが入ったのであれば私の1時間であの見違えるほど変わるコーチングをとってもいいしこうやってあの本当にこう世界のおしゃれな 洗練された女性にあなたが綺麗で輝く女性になるための6ヶ月間のコーチングプログラムマイフィアレディープログラムっていうのもちょっと作ってるんですけどそういったものにあの登録してくださっても結構ですなんじゃってちょっと宣伝しちゃいましたけどいいですね2つ目以上の高級品であれば赤それもこのシャネルバッグおすすめです。そして いくら高くってもエルメスのバーキンそれからあのケリーバッグっていうのはパーティーには合いませんただそれでねバーキンね着物にも合わないんですよ一応ケリーバッグであればお着物に合いますがやっぱりいろいろあとあのケリーバッグも高いのでお値段的に言うとこのシャネルのバッグがコストパフォーマンス一番いいと思います。あの エルメスほど高くないし、だけど使える幅は大きくて、赤のシャネルはお葬式以外であれば、多分七十歳八十歳になってもパーティーにも持っていきます。はい、そういうことです。ではまた皆さん明日までごきげんよう。あ,あの三栄子様ありがとうございます。ごきげんようさよなら。